アイテム番号 SCP-83JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-83JP1 は全て隔離エリア8183に収容してください。隔離エリア8183は間に6メートル以上の空間を設けた。鉄筋コンクリート製の二重隔壁で包囲し、土砂と植栽で山に偽装してください。二重隔壁間のスペースには、超音波センサや赤外線センサなど、カメラ以外のセンサを設置してください。二重隔壁にはゲートを一つずつ設け、一方のゲートが完全に閉鎖されている時のみ、もう一方のゲートが開くようにしてください。隔離エリア、8183には十分な水と空気を供給してください。食料及び隔離エリア、8183内部からの新生物資の供給、及び隔離エリア、8183内からの文書などの受け取りの際は、隔壁間のスペースにて行ってください。この時、隔離エリア、8183の SCP-83JP1 は 83JP 資格防護スーツを着用してください。また、SCP-83JP1 の隔離エリア、8183からの外出、非 SCP-83JP1 の隔離エリア、8183内への侵入は禁止されています。隔離エリア、8183内部からの文書、データ、研究成果物は、3名以上の B クラス職員によって目視させ、24時間以上の保管を言ってください。24時間以内に B クラス職員に異常が出なければ、レベル1以上の財団職員による閲覧が許可されます。文書を目視した B クラス職員に異常が現れた際は、保管中の文書をすべて破棄し、発症した B クラス職員を SCP-83JP1 に分類の上、隔離エリア、8183に収容してください。隔離エリア、8183に収容された B クラス職員の任期は無期限に延長されます。隔離エリア、8183内では、財団の一般服務規定が適用されています。詳細な職務内容については、隔離エリア、8183内の人事委員会の命令に従ってください。また、隔離エリア、8183内で撮影した鮮明な写真を、隔離エリア、8183外には持ち出さないでください。なお、隔離エリア、8183、内部からの電話やテキスト主体のメッセージ送信は認められていますが、映像を伴う通信は禁止されています。説明、SCP-83JP は九州北部の、山中の集落住民の間に伝っていた感染症です。SCP-83JP の特異性は、症状と感染方法にあります。SCP-83JP に感染すると、皮膚と筋組織を構成する細胞の 30% が機能を停止し、組織から剥離していきます。細胞が剥離した後の空間は空洞になり、ちょうどスポンジのようになります。しかし、血管や内臓及び神経系などの重要臓器の大部分は無事なため、SCP-83JP の感染者、SCP-83JP1 としては、筋細胞喪失による筋力低下と、組織液の蒸発による必須水分量の上昇の他は健康的には特に問題がなく、長期間生存を続けます。SCP-83JP には特定の病原体が存在せず、発症した SCP-83JP1 の発症済み患部を目視することによって感染します。目視には患部の直接はもちろん、カメラを通しての映像でも感染します。隔離エリア、8183内での研究の結果、解像度を 50dpi 以下までに落とした画像ならば感染しないことが判明しています。SCP-83JP が19年に財団に発見されるまで、大規模な感染を引き起こしていなかったのは、山の独特地形により集落が完全に孤立していたことによるものです。また、SCP-83JP1 は筋組織からの細胞剥離により筋力が大幅に低下するため、
集落近辺を囲む斜面を登攀できなくなるのも感染多いにつながらなかった理由の一つとされています。SCP-83JP は19、都市の発見当初、感染方法が判明していなかったため、名の財団職員が SCP-83JP1 となりました。SCP-83JP の特異性の判明後、SCP-83JP1 を隔離エリア、8183に収容しました。収容された SCP-83JP1 のうち、研究者であった者たちは独自に自身や元 B クラス職員を対象として研究を行い、SCP-83JP の性質を解明しました。現在、隔離サイト、8183、内部から、新たな研究者複数名の支給が申請されていますが、いずれも却下または保留中です。ほい、SCP-83JP1 の症状進行、感染からの経過時間症状、感染直後腕、太もも、顔面などの皮膚に痒みを感じる、1時間後皮膚及び筋組織の細胞の一部が組織液からの酸素と養分の吸収を停止する、4時間後皮膚及び筋組織の細胞の一部が生命活動を停止する、10時間後感染直後に痒みを覚えた部位の皮膚表面の細胞が剥離を始める、20時間後皮膚表面の細胞剥離が多くなり、皮膚表面に凹凸が目立ち始める、2から3日後皮膚の剥離が拡大し、皮膚表面に直径1ミリメートル未満の陥没が生じ始める。7から10日後皮膚表面の微小な陥没が深くなり、その部位を揉むことで穴の奥から剥離した細胞がこぼれるようになる。この時点から筋組織細胞の機能停止による運動能力の低下が目立ち始める。2週間後皮膚表面の陥没が全身に波及し、少しの運動でも筋組織から剥離した細胞がこぼれ出すようになる。20から30日後皮膚表面の陥没が2ミリメートルから3ミリメートル程度に拡大する。50日以降皮膚及び筋組織の細胞の剥離がほぼ終結する。83JP 視覚防護スーツについて、SCP-83JP の感染拡大を防止するため、SCP-83JP1 が着用を義務付けられている防護スーツです。全身をすっぽり覆うという点では一般的な対 NBC1 汚染スーツに近いですが、使用されている素材が通気性に優れている点が違います。83JP 視覚防護スーツは着用者の姿を隠すことを目的としているため、非常に高度な対人性を有しています。また、目元を覆うゴーグル部分には強化プラスチック製のハーフミラーが用いられています。現在の 83JP 視覚防護スーツは、対 NBC 汚染スーツをほぼ流用していた初期型と比較して大幅に着用感が改善されています。そのためか、着用義務のない隔離エリア、8183。内部でも多くの職員が常時着用しています。隔離エリア8183内職員とのインタビューログ。対象、SCP-83JP1。35562。インタビュアー、博士。録音開始。やあ、博士。カウンセリングに応じてくれてありがとう。SCP-83JP-3556。これはインタビューです。また、以前の関係はあなたの収容時点において消失しています。ああ、知ってるよ。それではインタビューを開始します。SCP-83JP-1-3356。収容エリア、8183内での生活について、あなたの所感を述べてください。最高の一言だね。余計な委員会だとかに出る必要もなく、予算要求で他の博士連中と弁舌プロレスをやらかす必要もない。最高だね。ああ、最高だ。ご不満の点は？言わないといけないかね。いや、答えよう。外に出たい。日の光に当たりたい。それだけだ。隔離エリアからの外出は禁じられています。知ってるよ。他にご不満の点はありませんか？言ったところで叶えてくれやしないのだろう。可能な限り皆さんのリクエストには応じます。事実、要望申請に対しては可能な限り応じています。薬品などは感謝してるよ。だが、全部ではない。
本インタビューで必要な物品とその理由について回答していただければ、書面での要望申請で認可が下りにくい物品に対しての理由付けとさせていただく場合があります。なるほどね。では、あまり期待しないが妻と、いや、いい。奥様との面会は、視覚保護スーツを着用の上、鑑賞エリア内において。いいんだ。博士を知ってるか？彼女は夫と子供ともどもここにいたんだ。彼女が、編集済み。まで一家の喧嘩は絶えなかった。彼女のことを思えば、会いたい、ぐらいがちょうどいいんだ。では、他に要望や不満は？人員だ。博士や、博士は、編集済み。してしまった。人手が足りないんだ。残っている我々だけで、SCP-83JP の治療方法が見つかるとは思えない。E クラスはもういらない。研究者が欲しいんだ。了解しました。検討を行い、可能な限り対応します。ありがとう。もうこの要望を出すのは、何度目だろうか。でも、そう言ってもらえるだけでもありがたい。他に、要望はありますか？治療方法が欲しい。そちらで見つけてください。録音終了。終了報告書。研究者人員の支給については却下されました。